尼崎センプルカップ開設64周年記念、準優勝戦進出を決めました予選レースもいよいよ最後、第12レースを迎えます。1号艇は西島義則、2号艇吉田角郎、3号艇松井茂、4号艇新田裕志、5号艇徳増秀樹、6号艇新田康明、以上6名によって争われます。スタート展示から動きました。そして本番レースもぐいっと回り込んできたのは5号艇の徳増秀樹。定海屈指の1着ハンターがこのレースでももちろん白星ドリエ燃えての登場でありますが、その徳増、大崩れは絶対に禁物の立場。その内側には2艇、インコースを取り切ったのは1号艇の西島義則です。勝負の一走です。2着以上が予選突破は目安でしょうか。1号艇の西島、そして2コースからは2号艇の吉田角郎、こちらも大きな着順は絶対に禁物の状況。センター3コースに5号艇徳増が構えてスロー3艇、本番レースは4カド選択となった3号艇松井茂。この外に続いてくるのは4号艇の新田裕志、6号艇の新田矢崎が大外6コースへと構えていきます。得点率上位、準優安全圏につけるのは外の2人、4号艇新田裕志、6号艇新田矢崎。新田矢崎は1着ならば逆転、予選トップの可能性も冷えます。スローに3艇、ダッシュに3艇、大きく分かれて3対3、内から1番2番5番3番4番6番です。スタートしました。あまり差のないスリットになりました。1周第3マークへ移りますが、先手を取るのは内側から1号艇が西島、2号艇差したまくっていく5号艇の徳増、内をついては3号艇4号艇となりますが、先頭は陰線堂々押し切ったか。ベテラン1号艇西島義則、2番手争いは大激戦、内を通る4号艇新田裕志、外には3号艇松井、さらに外から5号艇の徳増、なおスタートは正常でした。注目は2番手争い、内を通ってくるのは4号艇の新田裕志、外を回る3号艇ホーム設置へ戻って、上位体系は1番4番3番です。4番手2号艇の吉田角郎、外からは5号艇徳松、最後方6号艇新田康明が続いています。2周の1マークに入りまして、先頭1号艇は西島義則、2番手から追走は4号艇新田裕志で、3号艇の松井が3番手、上位体系は1番4番3番143、4番手追走が2号艇の吉田角郎、後方からは5号艇の徳松、6号艇の新田康明が続いています。2周の2マークに入りまして、先頭は1号艇の西島義則です。インコースから堂々押し切ったのは1号艇の西島、2番手追走は4号艇新田裕志で、3番手からは3号艇松井、上位3艇は143で最終周回へと入ります。外からの動きもありましたが、陰線からしっかりと押し切り成功となったのは1号艇シリーズの最年長、不屈のベテラン西島義則。2番手から追走は4号艇混戦を垂れていきまして、新田裕志、3番手は3号艇松井、上位3艇は1番4番3番でラストマークの旋回へと移ります。1号艇の西島、そして4号艇新田の順でクリア、3番手からは3号艇松井、上位体系は1番4番3番143でゴールを迎えます。第12レース先頭1番の西島五輪、2着4番新田裕志五輪、3着3番松井五輪、2番吉田五輪、5番6番が五輪。以上、尼崎第12レースでした。第12レースの着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着4番、3着3番、以上でございます。